これが、私が書く、最後の記事になりますね。待ってくださいよー。何でもいいんです。何か一つくらいあるでしょ？新聞のネタがなくて困ってるんですよ。何か提供してくださいよー。ねえ、レ、イ、ム、さん。知らないわよ。この前お賽銭入れたじゃないですか。そんなのとっくに賞味期限切れよ。毎朝有り金全部入れに来なさい。そんなこと言って。本当は何か教えてくれるんでしょ？何にもないわよ。またまた。じゃあヒントだけ、ヒントだけでいいですから。どんなヒントかな？ワクワク、ワクワク。鬱陶しいわね。何にもないって言ってるでしょ。ちなみにこれからどこに行くんですか？おめかしして。何言ってんの？いつもと同じ格好じゃない。おやおや？怪しいですね。ひょっとしてマリサさんと待ち合わせとか？あーもう、うるさいわね。あややや、これは図星でしたか？ついてってもいいですか？ついてきたらどうなるかわかってるわね。どうなるも何も。すでにこうなってますが。おや？あれはコウマ館の吸血鬼。揺さぶれば何か出てきそうですね。レミリアさーん。騒がしいわね、新聞屋。どこに行くんですか？これから帰るところよ。レミリアさん、新聞のネタを探しているのです。何かありませんかね？何にもないわよ。またまた。コウマ館にネタがないなんて信じられませんね。あんたコウマ館を何だと思ってるのよ。サクヤさん、本当は何かあるんでしょ？ないわよ。お宝写真と引き換えではどうです？あるわよ。サクヤー。冗談です。ネタは他で仕入れることね。買えるわよ、昨夜。はぁ、また空振りですか。お気をつけてー。昨夜。はい。いかがされましたか？もし、あいつが助けを求めてきたなら力になってあげなさい。じゃあお宝写真と引き換えにネタを。そうじゃないわよ。全くあんたって子は。冗談ですお嬢様。かなりお聞きなさい昨夜。何か気がかりなことでも？試練ってどこかしら。試練。あの。はい。新聞記者の方ですね。ブンブン丸新聞の記憶正しい社名丸綾です。その新聞のネタになるかどうかわかりませんが、聞いていただきたい話があるのです。信じていただけないかもしれませんが、誰に話しても信じてはくれないのです。はいはい。どんな話でも大歓迎ですよ。政治経済文化社会、エロ風呂エンタメスキャンダル、甘いメルヘンから都市伝説まで、古今東西老若男女、蝶のように舞い、蜂のように刺す。伝統の幻想文や、すべてブンブン丸新聞にお任せください。承知したと伝えてくれ。かしこまりました。何よこの記事。体長10メートルの巨大猫に遭遇。巨大生物の森、発見か。あのバカ。ブンブン丸新聞ですよー。面白い記事が載ってますよー。ありがとうございます。巨大生物の森？ 10 メートルの猫だと？うっとー。今回も飛ばすねー。こういうの大好きなんだ。よかったら定期購読もお願いしますね。今回はなかなか好評ですねー。お前の親父は嘘つきだー。おや？嘘つきー、嘘つきー。お父は嘘つきなんかじゃない。だったらなんだよ、あの新聞は。あれ、お前の親父の記事だろ？10メートルの猫だってさ。あはははははは、そんなのいるわけねえし。だけどお父は嘘なんかつかない。お前は嘘つきの子だー。嘘つきじゃない。だったら連れてこいよ、でっかい虫や動物を。うぐ。うぐぐぐぐ。やーい、嘘つき親父。あなたたち。やべえ、新聞屋だ。あいつはやべえ。行くぞ、小太郎の親父は嘘つきだー。大丈夫でしたか、小太郎。お前のせいだ。え？お前のせいでお父が嘘つきにされたんだ。あ。いえ。なんであんなこと書いたんだ。お前のせいで、お前のせいでお父が。お父は嘘なんかつかない。お父をバカにする奴は許さない。うわー。小太郎くん。
巨大生物の森か。ロマンだよねー。なあみんな、もう綾の新聞読んだかい？巨大生物がいるらしい。なんだい？違う違う。これは私の仕業じゃない。違うよ。ほんとだってば。私は何もしてない。してないってば。どうして？私じゃないよ。なんでみんなで私を疑うの？え？嘘。みんな私のことそういう目で見てたの？信じられないよ。もうみじー。あやさん。もみじ。これ、差し入れです。ドーナツ。いつもありがとうございます。それでもみじ。ちょっと聞きたいことがあるのですが。はい。なんでしょうか。最近、大型の生き物や妖怪を見たりしてませんか。場所ははっきりしないのですが、どこか、山の麓の森の中です。ああ、今朝の新聞記事ですね。追跡取材ですか。ええ。まあ、そんなところです。あの記事、本当なんですか。いえ。そういう意味ではなくて。その、あやさんの創作、家想像、あ、妄想、空想。人里での取材に基づいて書いた記事ですよ。まあ、多少の脚色は否定しませんが、聞いた話を元に書いたのです。八太郎さんという、薬草摘みのお父さんが話してくれました。その日八太郎さんは薬草を探しに山の麓を目指したのです。もちろんいつものように、山には入らないよう気をつけながら。ところが、歩き慣れた森で道を失ったそうです。迷子、ですか。はい。ですが、実のところこの辺りからの記憶が曖昧なのです。どこで道を失ったのか、そもそもどの森を歩いていたのかも思い出せなくなっています。八太郎さんの次の記憶は、見慣れない森の開けた場所です。しばらく立ち尽くしていると、木陰から、巨大な生物が次々と現れたのだそうです。あわわわ。八太郎さんは恐ろしくなって無我夢中で逃げました。どこをどう走ったのかも覚えていませんが、気がつくと人里の外れにいたそうです。不思議な話ですね。話していて感じたことですが、八太郎さんが作り話をしているとは思えなかったのです。これは記者の勘です。そうでしたか。最近、何か変わったことなどありませんか？すみません。これまでのところ特に変わったことはありません。何か気づいたらすぐにお知らせします。他の仲間にも伝えておきます。あやー。いたいた、探したわよ、旗手。どうしたのですか？飯綱丸様がお呼びよ。老練場まで来てくれって。飯綱丸様が。そりゃそうと、新聞読んだわよ。何よあの記事、よっぽど書くことなかったのね。あ、そうか。その件で飯綱丸様から叱られるんじゃないの？いい加減なこと書くからよ。三脚のお仕置き、痛いわよ。勝手に決めつけないでください。やあ、はあ。はあ、参上しました、飯綱丸様。忙しいところすまぬな。おい、そこのお前たち。社名丸と手合わせしてみせよ。はい。ちょっとお待ちください。突然何の気まぐれですか。私は教練なんて。黙れ社名丸。いやー。ん？私はお前たちと言ったはずだが。失礼いたしました。始めよ。はぁ、あ。はぁ、あ。はぁ、精鋭。はぁ。精鋭二人を相手に、あやつ、完全に遊んでおるな。まあ、わかってはいたが。お酒追加でー。次何食べますか？お待たせー。でも、表まで声が響き渡ってたわよ。遅い。待ってました、旗手。ほら、早く座って。あんたこそ座ったらどうなの？座ってくらしゃいホタテじゃん。旗手よ。お店貸し切りって。なんだってまた今日はこんな飲み方してるのよ。いいからいいから。今日は私がぜーんぶおごっちゃいますから。えらくまた気前がいいのね。新聞が売れまくりましたからね。誰かさんとは大違いです。何よ。さあほら、飲んで飲んで。あーほら早く飲まないとどんどんついじゃいますよー。またあんた何やってんのよ、こぼれる。こぼれる。ホタテじゃん。ホタテよ。あーん、もう。あやひゃん。スイカさん。嘘は嫌いだー。やめなさいよ。命が惜しくないの？ねえ、あや。今日飯綱丸様に呼び出されてたけど、何かあったの？
てっきりあんた、その話をするもんだと思ってたわ。いえ。新聞記事のことを叱られただけですよ。どうなんだか。はたて。何？あなたはなぜ、新聞記者をしているのですか？唐突ね。そうね。正義を信じてるから、かしら。何よ、文句ある？正義。もちろん何が正義かなんてわからない。後の時代に尋ねてみるしかないわ。でも、だからこそ、自分が正義と感じたことを信じることにしてる。信じればこそ、それを伝えなければって思いに駆られる。書いたことへの責任が生まれる。その瞬間に生きてた人たちの精一杯が正義だと思うから、この時代の人たちに、次の世の人たちに、私はそれを伝えたいの。信じる。お前のせいで。お前のせいで襲うか。それまで。ご苦労だった。社名丸、ちょっと良いか。昨日、天魔様から要請があった。この石段に、誰か腕の立つ者を推挙してほしいとのことだ。この石段。いえ、しかし私は。まあ、話を聞け社名丸。これまでにも私はお前に幾度となく、実戦部隊への転属を進めてきた。どれも悪い話ではなかった。しかしその度にお前はろくに話も聞かぬまま、にべもなくそれを断ってきた。そもそも組織内には、お前ほどの逸材をこのままにしておくことに、疑問を感じている者が数多くいる。記者が転職とも限るまい？こたびはこの絵師団への転属、最高の栄誉だ。私も鼻が高い。天魔様もお前ならお喜びになるだろう。もっとも、勢力争いが好きな他の大天狗たちは、私の子飼いのお前が中枢に近づくことを恐れるであろうな。どうだ、社名丸。この辺りで見える景色を変えては見ぬか。それとも、お前はこたびも原価に断るか。飯綱丸様。しばしの間、私に猶予をください。断れなかった。いえ、断らなかった。お前のせいで襲うか。私は、なぜ、新聞記者をしているのでしょう。おはようございます、メイリンさん。すやすやー。やっぱり寝てますね。すやすやー。起きてください、メイリンさん。すやすやー。ごほん。メイリン、起きなさい。あー、サクヤさん。起きてます、起きてます。だからナイフはしまってください。って、アヤさんじゃないですか。お目覚めですか？サクヤさんの声真似するのは反則ですよ。永眠してたって目が覚めます。カラスはもともと声真似が上手いのです。お願いですから誰か他の人のにしてくださいよ。ところでメイリンさん、予告もなくやってきてこんなことをお願いするのもなんですが、パチュリーさんがお持ちの本を見せていただきたいのです。はい、どうぞお通りください。いいのですか？勝手に通したりしたら、それこそ咲夜さんから叱られませんか？いえ、もしあやさんが訪ねてきたら、屋敷に通して構わないと咲夜さんから言われています。気にせずお入りください。咲夜さんか。きっとレミリアさんですね。ありがとうございます。ん？あれは、いけない。そこに近づいてはダメです。その森には危険な幼獣が。よいしょと。ここに置いときますね。ありがとうございます。足りないものやわからないことがあったら言ってね。レミーから言われてるから。ありがとうございます、パチュリーさん。やはりレミリアさんでしたか。さて、生物の巨大化に関係しそうな書物を探してもらいましたが、どこから調べてよいものか。
ヤタロウさんが見たという巨大生物は、犬、猫、馬、キツネ、タヌキ、ネズミ、鹿、ウサギ、トンボ、トカゲ、セミ、ハチ、イモムシ、ヘビ。何か引っかかるんですよね。森で出会うにしては、犬や猫や馬というのはどうなんでしょう。それに、前後の記憶が曖昧な割に、この部分だけははっきりと覚えていたというのも不自然です。やはり、ヤタロウさんは、嘘を。あや。サクヤさん。すぐに来て。あなたの相棒が迎えに来てるわよ。相棒？あやさん。どうしましたかもみじ。あやさん、すぐに来てください。男の子が山のふもとの森で幼獣に襲われました。大きな怪我はありませんが、今、永遠亭で治療を受けています。その子は、巨大生物を探しに森に入ったのだというのです。小太郎くん。小太郎くん。怪我は大したことないわ。ショックの方が大きかったみたいね。すみません。私がもっと早く気がついていれば。あなた以上に早く気づけるものなど、この幻想郷にはいないでしょう。それに、人間が妖怪の山に立ち入った以上、そこで何が起きようとも、それは立ち入った者の責任です。たとえそれが子供でもです。もみじが気に病むことではありませんよ。小太郎くん、巨大生物を探しに行ったのですか？嘘じゃないんだ。絶対にどこかにいるんだ。私があんな話をしたばかりに。やっぱり話さなければよかった。ヤタロウさん、少しお話を伺ってもいいですか？いえ。もういいんです。この話は、もう。でも、小太郎くんはお父さんを信じていますよ。信じて。小太郎。お父。気になっていることがあります。森に入った前後の記憶はなくされているのに、巨大生物の種類はきちんと覚えておられます。なぜでしょう？ああ、そのことはお話ししませんでしたね。実は子供の頃から同じ悪夢を見るのです。大きな動物たちに襲われる恐ろしい夢です。最近は見なくなっていましたが、森の中で見た巨大な動物や虫は、その夢に出てくる生き物たちと同じだったから覚えていたのだと思います。夢。ロロトシャララ。ありがとうございました。小太郎くん。もう無茶なことはしないでくださいね。でも、小太郎くん。私だってお父さんのことを信じていますよ。だから記事に書いたのです。巨大生物のことは、私が調べます。あら、おかえり。パチュリーさん、せっかく本を選んでいただいたのですが、どうやら探すものを間違っていたようです。こんなことを調べられる本はないでしょうか。マリサさん、いらっしゃいますか。新聞ならお断りだぜ。何を言いますか。私の新聞ならとっくに購読してくれているじゃないですか。あはは。そうだったっけ？支払いは滞ってますけどね。そうだったっけ？まあ入んなよ。鍵なら開いてるぜ。よう。実験中でしたか？食事中だよ。何の用だい？教えてほしいことがあります。ヤタロウさん、この辺りには来たことがありますか？ええ。でも通り過ぎるだけです。この辺には薬草もありませんし、森に入ることはありません。今日は風向きがあの日とは逆ですね。風向き？はい。あの日の風向きを調べたのですが、今日とは逆、森の方から吹いていました。さあ、ここからは妖怪の山の領域です。少しだけ中に入りますから。私から離れないようにしてください。はい。おそらくこの辺りなのですが。ああ。そいつなら生えてる場所をいつか知ってるけど、すぐに行ける場所は一箇所だけだ。最近になって生えるようになった場所だ。その場所を教えていただけますか？別にいいけど。でもどうするんだ？とっても食えないぜ。そのキノコ。見つけました。ヤタロウさん、こっちです。ヤタロウさん。まあ。一体と言うなら止めやしないが、そいつは幻覚作用のある胞子をまき散らすから、この季節は近づかない方がいいんだ。その本にも書いてありましたが、
そんなに強い幻覚作用があるのですか？トリプタニン系アルカロイドの中でも、飛び切りたちの悪い毒素を持ってる。記憶の中から悪夢が蘇るってやつだ。幻覚だから死にはしないが、ちょっとした恐怖体験ができるぜ。ヤタロウさん。あわわ、あわわわわわわわ。ヤタロウさん。何が見えますか？悪夢だ。助けてくれ。巨大生物たちが襲ってくるー。どうやら正解だったようですね。私にはさっきから巨大な注射器が見えていますよ。さあさあ、買ってってください。ブンブン丸新聞ですよー。面白い記事が載ってますよー。売り切れごめんですよー。一部くれるかい？ありがとうございます。へぇ、巨大生物の謎が解けたのか。はい、バッチリ解決しましたよ。おぉ、キノコによる幻覚か。あの話、デタラメじゃなかったんだな。いつもの飛ばし記事かと思ったよ。いつものだなんてひどいですねー。実はですよ。実は。あはははははは。まあ、何にしても解決してよかった。次のネタにも期待してるよ。また買いに来るよ。あ。はい。はいはい、ブンブン丸新聞ですよー。巨大生物の謎が解けましたよー。読まなきゃ損ですよー。あ、ありがとうございます。あ。小太郎くん。もう、体は大丈夫なのですか？うん。すみませんでした。私が書いた記事のせいで、お父さんや小太郎くんに。ありがとう。え？お父を信じてくれて、ありがとう。嬉しかった。小太郎くん。ごめんなさい。ありがとう。僕も、新聞記者になりたい。小太郎くん。おい小太郎、遊びに行くぞー。秘密基地を作るんだ。そう。ご期待に添えず、申し訳ございません。正直なところ、私にもわからないのです。私は何を探しているのか。ですが、新聞記者になりたい。ですが、この職を志した時の思いが、まだ心に残っていることを知りました。うまく、言えないのですが、私はまだ、記者として。黙れ、社名丸。みんなまで言うな。お前が持ってきたのは、私が期待した通りの回答だ。飯綱丸様。これからも頼むぞ。伝統の幻想文や、社名丸。